はい、やる気が出たのでサムドラという、ゲームのデモ版を遊んでいきたいと思います。サムドラはインドネシア語で深海海って、あ、深海じゃないな、海っていう意味らしくて、で深海を、探索するという横スクロールゲームっていう説明でしたね。一回クリアしてるんでエグジット出てるけど、はい、もう冒頭の雰囲気がすごく良かったですよね。この少年を操作していくと。で、操作は左右の矢印キーとスペースキーだけかな。テレレン。この貝殻が、光る貝殻が隠しアイテムとして散りばめられてるみたいですね。集めなくても全然進めるんだけど、コレクションしたいっていう気持ちを駆り立てるね。このびっくりマークとか何か文字が出たらスペースバーを押すと動くと、アクションが出てくるんですね。でっかい、あーすごい、おーかっこいい。ちょっと私のパソコンの性能がちょっと古いものでね、動きがもっさりしたりかくついたりするんだけど、多分もっといい新しいパソコンだとね、綺麗に、もっと綺麗に見えるんじゃないかな。よし、プロローグ、ドロップインダオーシャンって書いてたかな、海の中ってことで。もうゴミがすごい散らばってる、海の底っていう感じですね。右の方に、あ、提灯がいなくなってしまった。ヒントが出るからびっくりマークで。結構力いいよねこれ。だって洗濯機、換気扇、洗濯機かな。海の中とはいえ引っ張れるのすごいなと思うけど。タイヤも大きい、トラックのタイヤか何かかな。ドン。生活雑貨からパイプからってね、いろんな、なんかベッドのマットみたいなのも落ちてるし、ギターとか、まあ、スタバのカップみたいなのもあるしね。みんなが捨てたゴミなんだろうか、それとも何か海に沈んだのか。よいしょ、よいしょ。
すごくこの深海の雰囲気と曲がいいですよね。明かりがないと進めない。レンジじゃなくてコンロが落ちてる。あれ動かない。あ、動いた。冷蔵庫もあるし。あー、ゴミに潰されてしまってる。まだ生きてるみたいだけど動けないよね。ちょっとお借りします。かわいそうだけど、ちっちゃい男の子には助けてあげられない。うん、これ以上先行けないしね。よいしょ。戻ってきました。こっち戻っても特に何もないのかな。こんな特に何もないか。何もない。よいしょ。先に進めるようになった。なんか現れてきた。太陽の下に魚があって、さっきの提灯の人、提灯あんこもいるね。で、人がいて、物がいっぱい持ってて、あれは亀か何かを捕まえた。その亀の下に捕まってるのは魚たちなのかな。で、この一番最後は何なんだろうか。この太陽のマークがあっちにあるよみたいな。誰が書いてるんだろう、これは。太陽。出口がこっちっていう意味なんだろうか。ゴミがいっぱいある。あー、深い海っていう感じが。あ、崩れてきた。私、高さとか、あの高所は全然平気なんだけど、海の深さとかが怖いんですよね。だから、こう、よっこらしょ。あー、遅かった。ボタンを押すのが遅かった。動きがもっさりしている分、ちょっとね、ボタンの反応も遅いから、早めに押さないといけない、私のパソコンは。高所恐怖症みたいな感じで、こう深海じゃないけど深い海の恐怖症とか、あと海の中に無機物があるのを見ると妙にこう怖さを感じるみたいな感覚がね、あるんですよね。だからこのゲームちょっとドキドキ。あすげえステップ踏んでたけど、
何回も海の深さを見させてしまっているまあこう何回死んでもね、もう一回そのチェックポイントからやり直しみたいな感じですね。あんまり類似のゲームを言うのはあれかもしれないけど、リトルナイトメアっていうゲームにも似てるっていうか、似たものを感じるというか、次こそ、うん、びっくりマークが出る前にスペースバーを連打してた。オッケー。何回もあそこに君の先輩たちがいるのかな。何回も死なせてしまって申し訳ない。再びゴミのある場所で、これボタンいっぱい連打みたいな。最初全然分からなくて、左に行っては間違って落ちて、探索してはってやってましたね。あいたたた、あいたたたた、チャプター2。この光のやつに見つかるとね、こうなるわけですよ。でん、あ、これ捕まるの何なんだろう、怖いよね。あの網で捕まえる感じは魚を捕まえてるのかな。今までゴミは浮いてるけど魚がいないんですよね。こっちは何もない。この箱に隠れて、本当に隠れてるのかなって感じだけど、この箱に隠れてね、いいよっこらしょ。で、あそこのやつがいるから、ただただこう飛んでもいいんだ、いけるんだ。箱が向こう岸に着いた頃に飛んだ方が確実に飛べるっていうか、脱出できるみたい。今のはすごくタイミングが良かったですね。わあ、一回触ってみようか。でん、うわー怖い、何なんだろうこのスーツの人。あんな首猫捕まえていく？せめて脇に抱えてほしい。時間を見てる。海の中でスーツでバッグ持って、でも足はなんかスリッパみたいな。何なんだろうこの施設は。ヘルメットだけでこんなに息を長く持たせられるもんなんだろうか。これが、ここが、あ、ここはまだ何にもない。よっこらしょ、よいしょ。の生き物がいなくなってる。あ
間違って落ちちゃった。もうさっきの、よいしょ、よしよし、かわいいんだよなこの子。いやー、ハートをつけてくれてかわいい。もう光る貝殻はいないね。よいしょっと。でさっきのあのライトの位置、今だ。いやー怖いけどかっこいいな、あのメカのデザインで。下のライトのと同じものにするみたいなパズルもありつつ、あ、来ちゃう。まだいける、まだいける。よいしょ。あ、あんな挟まってくる？あれはちょっと無謀でしょう。ちょっと待って、どこまでのものになったんだろう。動いてる？動いてないか。箱出てないね。もう一回上に。ちょっと待って、怖い。ここまでなら探知されないのかな。ここはセーフだ。まだ来る。あの、なんかこうスチームパンクじゃないけど、あのデザイン超かっこいいね。よいしょ。夢があるというか。よいしょ。あれ、パズル、あれ、パズル。はい。あー、びっくりした。オッケー。よし、動き出した。で、右に行ってくれるまで待とう。よし。どこらしょ。で、よっこらしょ。ジャンプ。あ、ジャンプできない。これも早めに押さないとダメだな。うん。この段ボールも何の段ボールなんでしょうか。段ボールじゃないか。ちょっと釘打ちみたいのされてるから鉄板なのかな。物が入ってるっていうあのマークなんだろうけど、日本人的には品っていう字に見えるよね。よいしょ。わあ、機械がこうやって動いて並んでるの超かっこいい。このパ、無駄によくわかんないパイプがいっぱいこうくっついてるのもかっこいい。ていうか見つかった、怖い。わあ、足速い。めっちゃ追ってくるじゃん。よいしょ。登る、登れる。待って、登れなかった。待って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 。あ、登れた。ギリギリ。知らないふりしてくれてる。よいしょ。で、向こうのベルトコンベアに。いや、違う。よいしょ。
移る箱に移るタイミングがよく分かってないからボタンを連打してますけど、よし、ぴょこっ、シュ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 、よしね。わ、これはいけるのか、よし。で、しゃがんだまんま、よしよしよし、ぴょこっ、何回見てもシナっていう文字に見える。どこまで行くんだろう。さっきまでなかったけどまたゴミがいっぱいのエリアに来た。あ、見つかった。え、どうすんだっけ、ここに飛び降りる、よいしょ。なんもない。これだけゴミがいっぱいあると、いやマスクかぶってるからあれだけど臭そうだよね。よっこいしょ。わあ、埋まる埋まる、どこらじゃ回しちゃう。わあ、ちびすけ、ちびすけが見えなくなっちゃった。いるんかい。いたな、そういえば忘れてた。わあ、この連れて行き方が怖すぎる。首根っこを捕まえて引きずるとかね。よいしょ。あっちにはいるからこれは回さないで行こう。よっこいしょ。ちっちゃい子を受け止めれないのかな。あ、でもハートマーク、いやーかわいい、連れて帰れないの。ちょっと青く光ってるのかな、あの生き物が。ウミウシみたいなことなのかな。いやー、ゴミずーっとあるね。これを下ろすと、あ、あか、あ、ちょっと隠れられない。あーやめてー、怖い。で、ここでこうすれ違えたりとかしないのかな。あ、ちょっと切り落とすとかあるの、やめてよ、痛い。海の中とはいえ怖っ。なんなの、ただの作業員なんだろうか。こんなところ子供は危険だからって連れ去ってくれてるだけならいいけど、連れ去り方にしてはこう、乱暴というかね。怖いわー。さっきよりもこの段ボールの形が大きくなったように見える。段ボールじゃないか、なんだっけ、金属の箱かな。段ボールだと海の中だとふやふやになっちゃうもんね。よっこ、
レンダ、あ、レンダ、レンダ、おぉ、掘り入れた。痛そう、危ない。これ中身が詰まってるのかな、ここの箱は。ここから先行けない。コンテナが、あの電車につながってるやつに見える。これに入ればいいんだろうけど、こっちなんもないのかな。あ、なんもないか。あれは魚なのかな。あの手前の可愛いキャラクターは、あのハートマークくれる子なんだろうか。その可愛い子の後ろの箱はウミガメ、カメみたいな模様がある。だからあれカメなのかな。これその魚とかカメとかを乱獲、まあ資源として、あれかな、取ってる会社なのかな。上と横、横から先に見ようかな。またスイッチがついてる。ウミウシ、あ、ちょっとしゃがんで通り過ぎはできないか、無理か。うわー、人数が増えてる、怖い。いやいやいや、怖い普通に怖い。あれだけの大人に叱られるとかトラウマ並みだよね。と上に行って、これ以上はいけないか。お、またパズルだから全部ついてたもんね、下のライト。うんうん。でまたそこに行けばいいんだな。ここは開かないもんね。よっこいしょ。スルスル。よいしょ。ん？こうかな？よし。あ、この箱の中に入ったのね。生臭そう。あー、すごい。メガネかけてる。カメかな。What？ 敵か味方かわからない。本を読んでるのかな。すごいな、女王様みたいな感じが。おばあちゃんだけど、すごい。この人はイカかな、タコかな、歌ってるの。後ろに絵が描いてあるね。メーターとメーターがすごいことになるよって。うん、後ろの絵があれだ、洞窟の中で見た絵と一緒だ。ベッドもあって閉じ込められてるんだな。箱に詰められてる生き物とそうじゃないこの二人は何なんだろうか。違いは知的なこう頭脳の違いなんだろうか。上にもメーターあるけど、上のメーターもやらなきゃいけないってことだね。でもこっからの端もだと
これ以上いけないからちょっとこっちから上に上がります。いやー、ちょっとズーンってくるの怖い。あ焦った。うわ、人数やばい、怖い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 。真顔というかこう表情が見えないのが怖すぎる。もう一回こっからで助かったけど、この音が怖い。ザーンって、よし、また来るじゃん、怖っ。あとその隙間から見るとより大きい存在ってのが感じるから怖いね。怖い。動いてくれない。あ、動いた。怖っ。まだいる。超怖い。怖い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 。戻ってこないで。怖い。あ、私のパソコンが、あ、私のパソコンがもっさりなおかげでザッと来る勢いが少ないからまだ怖さ半減だけど、怖すぎるでしょう。早く上に行って。いやー、大きいなー。大きい動物とか大きい機械とか目の当たりにするとね、リアルで目の当たりにすると足すくんじゃうぐらい怖いよね。という意味でこのゲームはこう私がこうドキドキする要素がすごい詰まってるんだよな。また戻ってくる？戻ってこない？戻ってこないね。いや、またさっきみたいに戻ってくるかどうかが怖くて。あ、これをスイッチを押して。いや、この BGM が癒しだわ。で、上と下のこのメーターをぶち壊せばいいのかな。こいつは動かなさそうだな。よいしょ。このランタンからの何かのパワーなんだな。太陽のパワーじゃないけど。あ、急げ、急いで下に。よいしょ。わあ、カメさんすごい見てくる。でも攻撃してくるわけじゃないんだよな。上と下のメーターが暴走して。カメさん危ないんじゃない、そんな近くで見てたら。わー、これは鎖なのかな、鎖でつながれてるのかな。熱い。わー、カメさんに破片刺さんなかったかな。あー、逃げた。よかった。そのままどこかに逃げてくれ。アラームが怖い。下のタコさんはもう逃げられたのかな。ひび入ってるところから逃げててくれたらいいんだけど。よいしょ。よいしょ。あ、このアラームドキドキするから早くこの場所から立ち去りたい。スマホから流れてくるあの地震のアラームとかもすごい怖いですよね。わーってなっちゃう。
よし。たどり着いた。ちは。何個目かな、これで光るかい。これが今体験版だけど、本編になったらチェックポイントというか章ごとにやり直しとかできるようになるのかな。ああいう貝を集めるのに最初からってなるのはちょっときついものがあるよね。わあ、こうやって追いかけてくるし超怖い。わあ、足早い。ちょっと待って、追いつかれる。頑張れ私のパソコン。いいぞ、こらでしょ。はい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 。わあ、ゴロンゴロン。絶対痛くないこれ。だって水の中とはいい、すんごい痛そう。膝とかすりむけたりとかしないんだろうか。これ戻ったら捕まる？これ以上戻れない。いやー、外に出てきた感じだね、工場から。ビニール袋かな。クラゲにも見えるけど。いやー、ちょっと雰囲気が本当にすごくいいゲームで、スイッチでも出るみたいですね。私のパソコンだとちょっと動きがもっさりするから、スイッチで買うとしたら買うなあ。5分の4、1個取り忘れてる。どこがどこにあったんだろう。本当にわかんないんだよな。ってことで、体験版のゲームでした。面白かったな。これちょっと欲しいな。スイッチ版で買いたいな。ということで、また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。